こんにちは、えー、東大入試を一行で解くその四回目今日は最大値の最小値と最小値の最大値をやります応用編ですで、最大値の最小値を求めるやり方は私は結構苦労しましてまあ三つ見つけました、まあ、見つけた順番は CBA の順番に発見して最初は最大値の計算をやってからその最小値の計算をやるというまあ一番自然な 方方法が方法が C になります、まあ、それを少し改良したのが B で,で最後にこの方法 A に行き着きました今日はこの方法 A に絞って詳しく解説したいと思いますそれではまずパラメータが1と2の2つある場合を考えたいと思います M1M2 はそれぞれ F1XF2X の最大値、えー、M1 と M2 の最小値を求めたい で今、こちらの二次関数ですけれども、これが f1x です。したがって m1 というのは、この頂点の y 成分です。こちらも二次関数で、これが y これ f2x です。よって m2 というのは、この頂点の y 成分と一致します。で、m1 と m2 の最小値ですから、m1 となるべきですね。で、これを論理式で表すと、例えば、次のように表せます。f1x が形状になるような x が存在する。 これは M1 が形状と同じです。まあ、例えば F1X が1以上になるような X がもしあれば最大値は少なくとも1ですよね。ですから1以上というふうになります。まあ、同様にしてこちらは M2 が形状という式で表すと同じですね。で次は勝つになります。M1 が形 以上、まあ、別の言い方ですと K が M1 以下ですね。で、かつ K も M2 以下。だから今はこれ、この K を満たしてないですね。K は M2 以下ではありますけれども、M1 以下にはなってないですから、K はもっと落ちてこないといけなくて、ここまで落ちないといけない。これももちろん大丈夫ですけど、少なくともここまで落ちないといけない。したがって、K というのは、M1 と M2 の最小値以下。 とこのようになりますでこれはパラメータが2個の場合なのでパラメータの個数を一般化してやりますと次のように書けますこの部分は全く同じですね Exist x fax ーなりコール k ですでこの「かつ」の部分ですけどもこの「かつ」というのは言い換えれば1に対しても2に対しても成り立つってことですね つまり2のパラメータ A について成り立つってことになります。従ってここは2になります。はい、これで出来上がりです。一つ出来上がりました。2のパラメータに関して ExistX。これ順番は変えられないんですけども、2のパラメータに関して ExistX で表してやると、最大値の最小値が K 以上であるってことになります。あるいは、この 両辺の否定を取ってやると、まあ、存在すると2にもこうスイッチされるので,で不等式の向きも変わるのでこのように表すこともできますではちょうどいい機会ですので合わせて最大値の最大値を出しておきます最大値の最大値というのは結局は二変数関数の最大値と同じことですねで今は m1 と m2 の最大値ですからもちろん m2 になるべきですね 土地まで全く同じなんですけども唯一の違いはここですねこちらはかつでこちらはまたはであるとあとは全く同じですで今度はまたはですのでここまで落ちてくる必要はないんですねどちらかの下側になっていればいいのでもっと上がることができるどちらかの下側であればいいので この M2 のとこまでは上がっていける。これより上にはいけないです。従って M1、M2 の最大値まで K は上がっていくことができます。言い換えれば K は M1 と M2 の最大値以下という風になりますで。先ほどと同じようにパラメータの個数を一般化しますと、このマターの部分はこう存在するに変わりまして、このようになります。 でこれは先ほどのこちらでおなしたこと,ともうほとんど同じなのでわかりやすいと思うんですけれども Fax が k 以上になるような a とか x が存在するということは最大値はまあ少なくとも k で k, k 以上であるということですよねで。あるいは否定をとってやって2の a とか x に対して k 以下であれば最大値は k を超えるってことはないですよね。例えば FAX が常に1以下とすると常に1以下だったら最大値が1を超えてるわけはないのでここは必ず K 以下になるはずですねこのこのように向きが同じになりますね同じになってそれでイ、えー、グジストイグジストまたは2の2のというふうになるので 最大値の最大値とか、まあ、最小値の最小値とかは、まあ、ずっと考え,やすくな考えやすいと思います。それでは念のために最小値の最大値もやっておきます。先ほどほとんど全く同様です。small m1, small f2 はそれぞれ y イコール f1x、f2x の最小値であると。small m1 と small m2 の最大値を求めたい。最小値の最大値を求めたいですね。で、まず、 f1x が k 以下になるような x が存在するということは最小値が k 以下と同じです。例えば f1x が1以下になるような x が存在すれば最小値が一より大きいことはあり得ないですね。つまり最小値は k1 以下となりまして同様に m1 が k 以下となるわけですねで。同様にこちらの式とこちらは同値ですで。次はかつで結ばれています。したがって k は m1 以上であってかつ m2 以上でもないといけないので今はダメですね。 K は M2 以上ですけども M1 以上じゃないのでもう少し上げないといけないんですねここまで上げないといけないもちろんこれ以上は大丈夫ですけどここまでは少なくとも上げないといけない、はい、となりまして先ほどの違いはですね最大値の最小値との違いはここの不等号の向きが違うだけですかつとかいうのは全く同じですじゃあ次にこれを2のパラメータに一般化しますと このカツというのは2のに直りますので2の a に対して fx が経以下になるような x が存在するとなりますそれが ma の最大値最小値の最大値が経以下と同じですあるいは否定をとってやるとこのようになりますでは次は最小値の最小値を求めますこれは結局は fx を a と x の2変数関数と考えるときの最小値と同じです で途中までは全く同じでして、ここまで全く同じです。この2行目まで。ここが違いますね。2行目というか、うあのこの中が同じです。ここの中、あのこ,のくここが違っています。失礼しました。言い間違えました。で、ここが違ってるってことは、今度はですね、K は M1 以上、または M2 以上ってことですね。 したがって、ここまで上がる必要ないんですね。どちらかの上側にあればいいので、もっと下がって、ここまで下がることができると。これ以上下がったらダメですけど、ここまで下がることはできます。従って、スモール M1 とスモール M2 の最小値以上であるということになります。これを一般化しますと、またはですから、これは存在するに代わって、A が存在する。 どのような A かというと Fax が K 以下であるような x が存在するというようになりますまあこう Exist が2つついている場合は過去は取っちゃった方が分かりやすいかもしれないですね。A とか x が存在して Fax が K 以下であると。でそれが MA の最小値が K 以下であると同じになります。あるいは否定を取るとこのようになります。 それでは以上のことをまとめておきます。まずは最大値の最小値からですね。最大値の最小値はこれになります。あるいはこれですね。えー、つまりこれかこれ。で、最大値の最大値はこれとこれになります。最大値の最大値はこれかこれですね。 それでは次は最小値の最大値ですね。最小値の最大値は、これと、これですね。つまり、こちらとこちらになります。で、最後は最小値の最小値ですが、それはこちらと、 こちらです、ね、つまりこちらで言うと左で言うとこちらとこちらとなります。はい、で以上のようにですね、えー、8通りできるんですけどもそもそもこの存在すると2の点。 というのはですね、ふたとあとこの不等号を合わせてやると二の三十八等であるんですね。で、そのすべてが最大最小値と対応しているということがわかりました。これ僕は最初わかったときすごいびっくりして感動したんですけれども、皆さんはどうでしょうか。それでは次は例題を最大値の最小値、三つの中の最大値です。その最小値です。 で最大値の最小値とか全然使わないやと思われる方多いと思うので、まあ、中は強引にですね、まあ、問題を作ってみました図の三角形 ABC を底面とし平面 ABC 上の点 H から長さ4のポール HD を垂直に立てて E を立てる木の値段は長くなると指数関数的に上がるので3本の針 ADBDCD の長さの最大値を最小にしたいその針の長さを求めようとまあ木の長さの合計じゃなくて 例えば3メートルの木4メートルの木それからもう1個3メートルの木とかそういう合計じゃなくてその4メートルが5メートルになると値段がまあ10倍ぐらいに上がるとそういう状況を考えてますそうすると最大値を最小にしたいということになりますよねでこの DH の長さは一定ですので結局 AHBHCH の長さの最大値の最小値を出せばいいことになりますで XY 軸を取りまして、ご覧のように を設定します A は 50B は 012C は −90H は XY でこの DIS と書いてあるのは X と Y の距離の平方になりますで DISAHDISBHDISCH の最大値 MXY の最小値を求めればよいとで最大値の最小値というのはこう2通りあったわけですけれどもこの向きが大事でしたよねこれを変えると反対にすると逆に最小値の最大値になっちゃうので ではどうやって覚えるかなんですが、先ほどの二次関数の例を毎回思い浮かべていただいてもいいですしあるいは覚えちゃうという最大値の最小値の場合は、まあ、この向き同じなんだよみたいな感じで左向きだよみたいに1個覚えちゃえばあとは芋づる式にできるのでそれも手だと思います。では2つの例からでやってみます。 まず最初こちらですね。任意のはもちろんルですね。で、存在するはまたはなので、これはまたはですね。これの入力は Windows の場合、エスケープキーを1回押して、Or を押して、もう1個エスケープキーです。で、またはまたはですね。これで大丈夫です。えー、答えは64分の4225。時間は0.17秒ですね。で、もう1つですね。 フォアオールはエグジストに変えてこちらのまたははかつに変えますこのかつの入力はやはりエスケープキーを押してアンドを押してエスケープキーですではやってみます、えー、答えはもちろん同じですが時間はこちらの方が短かったですまあ大差ないですけど0.07秒の違いなので、えー どうですか最大値の最小値ってありえるという感じを持っていただければいいんですけれどもさあそれでこれは図形的にどんなとこなのかというふうにまあ普通皆さん思われますよねで今こう3分け取ったんですけどこの太線はですね最大値の最大になるような線分につけてあります今 PC が最大なのでここは太くなって PC が最大なのでここは太くなってるし AP が最大になればこ,こは太くなります2本つくようにはしてないですで最大値が最小になるのはこれ長いですよねもうちょっと短い方がいいなってもうちょっと短くできるかなこう短くしていくと他のところが最大になって変わってきちゃうんですねいかがですかこうやって自分でやってみるとすぐ分かるんですけどこの長さが等しいところですね AP コール BP コール CP になるような点すなわち外接円の中心外心になりますねこの外心からちょっとでも動くと例えば P を下にずらすとですねこの BP の長さはもちろん先ほどよりも長くなってしまいますつまり最大値の最小値でなくなってしまうわけですねしたがって外心の時に 最最大値の最小値の小を取るってことになりま,すまあこれは大学入試ではまだ出されたことがないんですがまあそのうち、ね、あの出されるかもしれないですね。それではいよいよ本番ですね。最大値の最小値で無数の x に対する最大値の最小値です。k を実数の定数とするとき x の関数 fkx イコール x3 乗マイナス 3kx の絶対値 x はマイナス1から1その最大値をビッグ mk で表す k が実数全体を動くとき、ビッグ mk が最小となる k の値およびビッグ mk の最小値を求めようですそれでは例によってジョージ・エブラで見てみたいと えー、fkx イコール x3 乗マイナス 3kx の絶対値ですね。絶対値の中は帰関数です。で、絶対値はついているので、全体として偶関数になります。ですから、x が0以上の範囲だけ考えればいいですね。で、絶対値の中を微分すると、3x 以上マイナス 3k ですから、k が負のとき、まさに今そうなんですけども、えー、極値を持たないですよね。まあ、0から1の範囲では極値を持たないですね。 で、k が正になると、極値を持ちます。微分すればわかりますけど、極値を持つときの x の値はルート k です。で、点 p というのは、0から1の範囲で最大になるような、そういう点に p と名付けています。p はまだ fk1 ですね。ここで変わります。f のルート k に変わります。 で次に k がさらに増えていくと k イコール1を境に f1 に変わっていきますよってこの最大値はですねこの辺りですねちょうど入れ替わる時になりますここを極大値を取る点としますと ここの長さとここの長さが等しくなるときですねさっきの外心とちょっと似てますよねこう何か2つが等しくなるときに最大値の最小値になるとアニメーションしてみましょうか それではいよいよ9位、e、で解いてみます。まずはこの上の方で解いてみます。すると、for all k ですね。exist x、x は -1 以上1以下、かつ x3 乗 x3kx の絶対値が m 以上となります。はい、このように出ました。つまりこの bigmk のお最小値は1 4分の1ということになります。 でえ、次はですね、あのー、この下の式を使って式を立てたいんですけども、こちらはちょっと気をつけないといけないことがあって、exist k はいいとして、for all x ここですね、矢印に変わります。インプライズに変わります。マイナス1以上1以下ならば、絶対値が m 以下であると。2の x に対して。そういうふうな k が存在するとします。えこちらはどうやって入力するかというと、エスケープキーと、それとイコールと、 右の矢印でまたエスケープですそれではやってみます答えは同じです時間も面白いことに全く同じです次は最小値の最大値です図形問題です X は平面上の点 PAB に対し正方形 SP を連立方程式 X-A の絶対値が二分の1以下 Y-B の絶対値が二分の1以下の表す領域として定め原点と sp の点との最小値を fp とすると点二一を中心とする半径値の円周上を p が動くとき fp の最大値を求めよう最小値の最大値ですでは例によってジョージエブラで見てみたいと思いますジョージエブラで見てみましょうこの円は中心が二一で半径が一の円つまり x 軸に接していますでこの長方形は点 p が対角線の頂点で たあ一辺の長さは1の正方形ですで。Q というのは O から正方形までの距離が最小になる点を Q と名付けています。したがって今は Q はこの正方形の左下の頂点ですね。まあ、しばらくずっとそれが続きますね。ところが,ところがですね B が1 2分の1になると変わります。つまり O からこの左側の辺に下ろした垂線の足にが Q になります。 b が1 2分の1以下の時はずっとそうですね。b が1 2分の1の時もそうです。ところが b が1 2分の1を超えると Q はまたしても左下の頂点に変わります。ところが b が1 2分の1以下の時は明らかに OQ は最大にはなり得ないので従って左下の頂点のですね最大値を。 長さの最大値を求めればいいということになります。で、これは計算でやると結構大変なので図形的にやります。つまり q の軌跡を作図します。で、ベクトル p q はマイナス2分の1マイナス1/2なのでまず。マイナス2分の1マイナス2分の1というベクトルを取ります。それでトランスレートしますね。えー、これですね。 色も変えておきますはい、OK ですね。さあ、それで P がこのように動くと、Q はこういうふうな円周上を動いていきます。でこの円周上をすべて動くかというと、もちろんそうではなくて、B は1 2分の1以上、つまり Q の Y 成分は0以上ですから、 こちらののの青い円の Y が0以上の部分だけです。で q がこの円の一部分を動く時に o q の長さの最大値を出せばいいわけですからもちろんそれはこれですねつまり o a q が一直線になっている時です。よってこの長さえー、いくらですか A の座標を出してですねまあ A' の座標は簡単に出ますよね。 A ダッシュの座標を出して OA ダッシュプラス1というふうに出せばそれが求める最小値の最大値となりますそれでは解いてみます先ほどの問題と違いまして今度は最小値の最大値ですので不等号の向きが変わります2が最初に来る場合は不等号の向きが右開きに変わります エグジストが最初に来る場合は、不等号の向きが逆に左だけに変わります。で、SQR というのはスクエアの略のつもりで書いたんですけれども、この正方形の内部を呼ぶ上です。x-a の絶対値が2分の1以下、y-b の絶対値が2分の1以下です。例によって2つでやってみたいと思います。で、まず上の方ですね。2の A についてなんですけども2のパラメータ AB についてでパラメータ AB はこれを満たしてないといけないので実はインプライズと一緒に使いますこれは91回目の2番と同じですある条件を満たしているような全ての AB に対してというような時はインプライズと組み合わせて使うんでしたねだからこうインプライズに変わります次もこの FAX というのは X 以上たす Y 事情 K 以下でいいわけですけども、xy にも条件がついているわけですね。その条件っていうのはこのスクエアの中に入っているという条件になります。ただ、exist の場合は、インプライを使う必要なくて、and でいいわけですね。これはかつですけども、existxy で、xy が正方形の中に含まれていて、かつ x 以上足す y 以上が K 以下であると。このようになります。次はそれを裏返した prop2 ですけれども、forall は exist に変わります。 で、これを満たすような全ての AB に対してのところは、この条件を満たし、かつに変わります。従って、このインプライズは、かつに変わって、かつの方もインプライズに変わります。それは次のここで分かります。で、この Exist は ForAll に変わります。それで、ここの条件だったところ、XY がスクエアの中に入っているというのがですね、XY がスクエアの条件を に入っているならばそのようなべての xy に対してこれが成り立つというふうに変わりますそれではやってみますちょっと考えてみますねはい出てきました1個目出てきましたプロップ1ですね7.875秒です えー、次は6.5秒こっちがちょっと短かったですねまあほぼ大差ないと思いますで今は方法 A でやったんですけどまあ大体7秒でしたどちらであってもで方法 C まず最小値を求めてから次に最大値を求めるという方法ですけれどもそれは20秒かかりましたで方法 B これは解説してない全く解説してないんですけれどもこれは75秒もかかりました 今は A が一番早かったんですけれども、実は C が一番早い場合もあります。それでは、これが最後の問題です。最小値の最大値。今度は、整数問題になっています。1991年の問題です。先ほどの1996年なので、先ほどの問題の5年前になります。XI 平面上、X 座標、Y 座標が共に整数であるような点 MA の交式点と呼ぶ。 各交差点を中心として半径 R の円が描かれており傾き5分の2の2の直線はこれらの円のどれかと共有点を持つというこのような性質を持つ実数 R の最小値を求めよそれではこの問題には割とわかりやすいと思うんですけれども今 R=0.08 ですね、まあ、確かに共有点を持ってはいるんですがここで K を変えていくと この微妙に持たない時があるんですね。だから R はもうちょっと上げないといけないもうちょっと上げてやると K をどのように変えても必ず共有点は持っているというそのような R の最大値を最小値を求めようというそういう問題ですそれでは QE ですね傾き2 5分の2ですから直線の式は 2x-5y イコール K と置けます この時 Mn との距離を D とすると点と直線の距離の公式より D イコールルート29分の 2m-5n-k の絶対値となります。で共有点を持つ条件は D が R 以下ですね。R よりもっとあの近,近くにあると。そういうことですね。でこの問題文を素直に論理式に直します。キーワードは2のとどれかですね。で2の直線なので2の k ですね。 どれかと共有点を持つので existMN で D 小なりコール ="R」です。従ってあっという間に9位、e、の式に直せました。よってこのようなコマンドになって実行するとこうなってしまいます。つまり今整数という部分がついているので、えー、解けないことが多いんですね。マテマティカで。9位、e、では基本的に整数問題は解けませんから。なので今までやってきたことの逆をやります。 つまりこの形ですけどこれってそっくりですよね。したがってこれは最小値の最大に直っちゃうんだと。つまり今までやってきたことの逆をやってみると k を固定して mn が動く時の 2m-5n-k の絶対値つまりここですねの最小値を fk とした時その fk の最大値を求めるとよいと。このようになります。 まあ今言ったことは図の上でも当たり前なのでせっかくですからジョ常ジ時ブれて確認しておきますと今 k イマイナス1.72ですねで r は小さすぎるわけですね強点持ってないですじゃあどこまで大きくすればいいかというと、えー、この距離のこの高視点から直線までの距離の最小値だけあればいいわけですねだから まず、こうしから直線までの距離の最小値以上であればいいと。今の場合その最小値は0.07なわけです。いいですかこう視点から直線までの距離の最小値あれば大丈夫です。K を固定した場合です。ところが、K は動けるわけですよね。例えばこういうふうになっていると、距離点を持ってないわけです。従って、 そののようななな R の最大値を求めいいいといけないつまり最小値の最大値。はい、ということでこの2 m ス5 n く k の最小値の最大値を求めればいいというのが分かると思います。ところが2と5は互いに素なので 2m−5n というのは2の整数値をとれるんですね。1とか2とか3とかそういう整数値をとれます。したがってこの fk の最大値は2分の1となります。 この k の整数部分が0.5の時ですね。k が1.5とか2.5とか3.5の時に、最初の、uh, Fk の最大値が2分の1となります。k, が k の整数部分が例えば0.9でしたら、Fk の,、uh, の値はですね、0.1になってしまいますよね。ですから、Fk の最大値は2分の1で、それは k, が、uh, k の整数部分が2分の1の時であるということになります。したがって、Fk の最大値が2分の1より、 このところに代入してやると、R は2ルート29分の1以上となります。これは答えになります。つまり、今までやってきたことの、もうまさに逆やったわけですね。論理式を最小値の最大値に直して解いたわけです。で、これがいつでも使えるかというとですね、この、 論理式型の問題を最小値の最大値とか最大値の最小値に翻訳すると難しく見えるのかということなんですが、まあ、先ほどの問題を翻訳するとこのようになりますね。えー、こうですね。XI、えー、平面内の点 PAB に対して正方形 SP をこう連立想定式で表して原点を中心とする半径 R の円とその内部を D とすると。えー、これですね。これを D とします。 点21を中心とする半径1の円周上を点 P が動くとき2の点 P に対して D と SP が共有点を持つような R の最小値を求めうこれが先ほどの問題の書き直しになるんですがこれとどっちが難しいと思われますまあこのようにですね最小値の最大値とか最大値の最小値という問題は論理式の意とイグジストをミックスした問題に書き直すことができます。 で実はですねこう、僕はこの東大の問題で最小値の最大値というのが、2とイグジストの混合問題にかけることが気がついたので、ここで初めて気がついたので、まあ、私にとっては非常に思い出深い問題です。はい、それでは、QE の4回シリーズは一応、今日で終了の予定ですえ。長い間、皆さんご視聴どうもありがとうございました。 まあ、少しでもキウイの面白さが分かっていただけると嬉しいです。それでは、またお会いしましょう。